はい、こんにちは。華道家の宮本理丈です。突然ですが、皆さんこの A のバラ、 B のバラ、皆さんならどっちを買いますか？正解は B、 こちらのバラになります。なんでか分かりますかね。実は向いてる咲き方、葉の付き方、そんなのを見てお花屋さんで私たちは選んで買っています。まずこれとこれね、何を見てるかっていうと3つぐらい、1つはお花の咲き方だよね。やっぱりね、綺麗に咲いてるか。お花の咲き方はまあ五角でしょう。まあこっちの方がちょっと開いてるけどね、これもまあ時期に開くでしょうと。あとお花の首の向きね、これ若干前向いてるんだよね。これもね、まあ全体的に若干前向いてると。これもほぼほぼ大差ないと五角。何が違うかっていうと葉の付き方なんですよね。一目瞭然だよね。お花から見て、まあ、ここちょろちょろってあるんだけど、花から見て一番上の葉っぱ、こっちはお花から見て一番上の葉っぱがここについてますよね。こっちの方がめちゃめちゃ優秀ってことですね。特にこういう花瓶に生ける時とか、まあ、剣山に生ける60、70センチぐらいの生け花にする時なんてのは、まあ、まずこの花から葉の位置、これをすごい大事に見てますね。じゃあ生けてみようとことになるんですけど、まあせいぜいこんなもんだよね、生けるとしたら。この時に、まあ、こう生けるとして、まあ、この花瓶の中に入る葉っぱは取るとして、こう入ると。一方で同じような長さで切りますよね。生けてみましょうとなった時に、ここに葉っぱがあるとこの葉っぱ結局使えないんですよね。だからもう落としちゃうかと思ったりないけど。ってなるとこいつはツンツルテン状態、この差が生まれてしまうということなんですよね。じゃあこういう時どうするかっていうことなんですけど、今残った葉っぱ、葉の部分、これを再利用すると。でやっぱりこうバラってこう葉っぱと合うと、この緑の中の赤い方がやっぱり色が映えるよね、ツンツルテンよりね。だからこれはリカバリー的に葉っぱを入れてあげてカバーすると。この葉っぱがあったかのようにしたいと。で大事なのはこのお花に対して前と後ろに葉っぱがあるといいですね。横にあるんじゃなくてね。だからこうなるより前と後ろにあった方がいいよね。だからこれもう一つバラがあって、もしかしたらこの葉っぱ最後使うかもしれないよってことで、葉っぱの上で切るとね、再利用できる可能性があるのでね、そういうのを考えて切るといいかなと思います。だからこれは何も無修正で、まあ、そこそこいいやつができたと。これは自分の下の方の葉っぱを移植して上にくっつけたと。だからお花と葉っぱも一緒に見て注意して買っていただければと思います。あとまあもう一つ見てるのは葉の大きさね。カットしてね調整できる葉っぱだったらいいんだけど、こういうギザギザの葉っぱはね再現しようもないよね。だからあんまり大きすぎるとやっぱり間延びしちゃうので、もう少し小さい方が理想ですけどね。じゃあ次に今度は小菊ね。これも今花屋さんで買いましたけど、これはどうでしょう。葉っぱはねふんだんについてて、逆に今度は葉っぱの問題はなさそうで、正解はこのスプレー系の場合はこっちの方がいいと。なんでかわかる？これはねちょっと効率よく使うっていう意味でね、ちょっと切り分けてみましょう。このままね入れるってなかなかないので、お互いねこのまま入れるんだったら大差ないですよね。だから大きい作品とかにこのまま入れるんであればそんな大差はないと。こっちを切り分けてみましょう。まずはまあここは長いところで取ってみると、でまあこれもこんな感じになると。これはだから5本になったと。なかなかお得ですよねこれね。一方でこっちの方ね、こっちの方はこれで切るでしょ。まあ、5本は5本なんだけど、こっち切り分けた時に短いよねこっちの方がね。だからこっちの方がまあ長く使えるのがいっぱい残ったと。こっちはまあ、長いの1本、短いのが4本みたいな感じで、長いの2本作るとなるとちょっと難しいよね。だから最終形こう切り分けた時にどう使うか
みたいなのをスプレー系は花全体を見てあげるってことですよね。せっかくだからこのさっきのバラにちょっと足してみますか。まあとはいえこれだけそこそこ長さあればね大丈夫なんだけどね。ちょっとここら辺寂しかったから入れときましょうかと。2つともなかなかいいっすね続いてちょっとおまけね。このお花はめちゃめちゃいいお花ってこと。葉っぱもいい葉っぱがついてるよね。こういうのを選ぶとすぐいい感じで収まると。だからカーネーションとかって葉っぱがないんだよね。あんまりね葉っぱがないお花っていうのはちょっと難しいとも言えますよね。スカスカに見えちゃうっていう感じですね。続きまして枝物編。これはヒペリカムという枝ね。まあ完全にこっちの方がいいですね。やっぱりねこれもね。一つはさっき言った指の長さね。指が長いって僕言いますけどね手に例えてね。指が長い方が使い勝手がいい。ちょっと選択肢が増えるというかね。こっちの方が長いですよね。一本一本が長いと。それともう一つ枝物とか、まあこの線になるものねで見てるのは先端を比べる。わかるかなこれ。こっちとまあこの違いなんだけど、先端の葉っぱが小さいとかっこいいと。ちょっと特にここの後ろの方ちょっと大きめの葉っぱが先端に来てるでしょ。こっちはなんか小さめの葉っぱが先端に来てると思いません？こっちの方がその方がかっこいいですね。これはだから葉っぱちょっと上の方切るとか、まあそういう切りたくないのでちょっと今しかなと。これはまだいいよね。これはいいけどここら辺ね、ここら辺あんまりよろしくないと。先端としては、まあ、さらに言うとこれなんかは先端らしさがないと。こっちのまだいいよね小さくて。でこっちね、こっちなんかいいっすよね。どこ取っても良さそうみたいなね、上に入ってるのでこれもいいですよね。こう切ってもいいしかっこよくなって、そんなの見てますね、まあ、ついでにこれに入れてみますか。1本ずつぐらい入れますかね。こんな感じかな。枝物編もう一個ね、せっかく柳ね。これは逆に指が長いとよろしくないと、使いづらいということなんですよ。長すぎるってことね。例えばこれすごい使いづらいなと思うわけです。ここの平べったく石化してる部分ね、ここに強さが来ちゃってるのにこっからさらに伸びがあると指が伸びちゃってると、これはねちょっと一緒に使うのが難しくなってくると。まあ2メートル3メートルの大きい生け花対策みたいなのをいけるにはいいけれど、いわゆる家庭の中でいけるようなのだとちょっときついなという感じの印象ですね。だからこう枝物で大ぶりなものは逆に指が短いものの方がいい。まああとどういうシチュエーションかによるよねっていう話でももちろんあるんだけど、だからこれなんかは僕だったらここで切っちゃうかなって感じしますね。あ、そうするとまあこれだったらなんかちょっと面白く使えるかななんて感じがします。同じようにこれもここで割れちゃってるからもうここで切っちゃうよねっていう感じですよね。でまあこれぐらいだとね一緒に使えますよね。この2つの頭ぐらいだとね、そんな感じで見ますね。これもまあギリギリいけるかなって感じますね。この頭はね、うん、だからこれも微妙だね。もう少し細かく入ってた方がいいような気がします。だからこれもここで切ると、2本にして使おうかなっていう感じ。あ、ここにもあるね。ここにもなんかピークというか来てるのでこれはあんまり良くないですね。こんな感じで取っておきましょう。こんな感じです。石灰柳添えるってどう、謎だけどちょっとやってみますか。あんまり枝物に種類入れないけどね、ちょっとアクセント的に入れてみましょう。こっちはどうしようかな。こっちも同じ感じかね。似たような感じになったね。でもねっていうことでね、流れで2ついけちゃいましたけどね、左右に。まあリカバリー効くのでなんとかなるんですけど、まあでもこう使いやすい使いにくい、あと若干ねお得感みたいなねのもありますけどね、効率よく使える、そんなちょっと見分け方みたいなのをご紹介させていただきましたので、ご参考していただければと思います。はい、今日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。